はいあのこれはですねあの僕が24ぐらいの時の話なんですけど、まあ、職場で起きたちょっと出来事なんですけどで当時、私の部署にいて一番偉い方があの、まあ、59歳ぐらいの方でもう引退間近みたいな人でであの年よりだいぶ上に見えるんですよもう60後半とか70超えてるんじゃないかぐらいの風貌な、まあ、おじいちゃんの方だったんですけど、まあ、その方が。あの びっくりするぐらい、あの、言い方がないんですど何もできない方で、例えばその会議とか本社に行くみたいになっても、何の資料も用意してないんで、ボコボコにされるんですよ。なので、見かねたその、あの、課長人みたいのが、ちょっとちゃんと資料作ってあげないとかわいそうだって言って、あの、善意で作ってあげて、ちょっとこれ持ってって話した方がいいですよみたいな、もういつもあの人、竹槍で戦ってるから、ちょっと鉄砲ぐらい持たせてやらないとなみたいな感じの、まあ、そういう方だったんですね。まあそそれれこエクセルであればもう 引き算もででないんで、まあ、全部作ってあげても用意してあげるみたいな、まあ、そういう感じですよねでとある日にこの事務所内で VLOOKUP が便利だなみたいなこう話になったんですよである女性の方がそれ使えるってことでえ何これ超便利じゃんじゃあこの業務にも使えるじゃんみたいな話で盛り上がってたんですよで私も当時そこまでそのマクロとか関数知らなかったんでええー、こんなんなんですねって言ってこう後ろでヤジでこうおーおおみたいなんでいたんですよでその時にそのおじいちゃんもあの おこれ俺が作りたかったやつで使えるなって言って、ちょっと調べてみるかってって、なんかみんなこう席に戻って v l ックアップのことをなんか調べ始めたんですよ。でもなんか動かないですねとか、あれこれさっきのやつってこうでしたかみたいな話をこうみんなでなんかワイ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 ,ワイになってたんですよ。で、私もなんかガタガタ調べて、うん、こうなのかなみたいなのやってて。で、そのおじいちゃんも、すごいなんかこう調べてるんですよ。正直普段全く仕事してないんですよ。ルーチンゼロなんで。なんですか、なんか妙に今日は頑張るなっつって、うーんってこう悩ましい顔してこう、 やってるんですよね。おお、頑張ってんなと、まあ、思ってたんですよ。そんなんが十分ぐらい続いて、まあ、まだ一部の人はこうわちゃ、わちゃわちゃ、わちゃわちゃやってる中。そのおじいちゃんだけ。うん とものすごいどんどん渋い顔になっていくるんですよ。全然わかんないんかなと思って。で、何そんな悩んでんのかなと思って、ちょっと後ろを通るときにチラってパソコンの方を見たら、めっちゃ麻雀のゲームしてたんですよ。これドラの E ピンを統一落としるからめっちゃ悩んでたってね。いや、今そこじゃないでしょってね。明らかに今この VLOOKUP をみんなで調べて使えるようにしようってう流れだったじゃんと思って、もう思い切ってこう問い落として想像の移植に向かっていきましたからね。これ何の悩みなんっていうので、 まあ、そういうお話です、ね、いやす滑らへんなー、うん。ということで今日はここまでまた見てねーこの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。